はい、今回は化粧で遊んでみたいと思います。全然基本的な、押さえとかなきゃいけない技術でもないですし、一般的なものでもないですので、あんまり真剣に見なくても大丈夫です。はい、これ化粧土、白化粧に顔料を混ぜたものです。黄色と青、薄く伸ばして、あまり分厚くならないように、適当でいいですけどね。はい、これで自然乾燥でいいんですけど、ちょっとドライヤーで乾かしてしまいます。そしたら、ちょっと近くで、こんな感じですね。カッターの刃を取って、ガラスから剥がします。剥がしたので、ただの粉末ではなくて、ちょっとね、長細かったり、ちょっと普通の粉末とは違う形状をしてます。はい、こんな感じです。ちょっとこれでマスキングしてみましょうか。これはね、思うままに。化粧って分厚くなると剥がれやすくなるんですけど、これもそうですね。やっぱりこう、あまり山盛りにつけない方がいいです。そしたら、これ濡れたさらしですね。硬く絞ってます。これあまりマスキングしない方が良かったかもしれないですね。あともうちょっと巻いてみます。
広げ章で飾った粘土の板ができたので、これは鉢にしてみましょうか。皿ですね。こんな感じです。はい、最終的にはこういう状態に、こういう形になりました。石膏型があまりカーブのきついものではなかったので、鉢というよりは皿になりましたね。化粧の様子どうですかね。普通に化粧をズブがけしたり、尺がけたりし。尺掛けしたりするのとはまた違った表情が出て、これはこれで面白いんじゃないかなと思います。今回はカラー化粧でやりましたけど、普通の化粧、赤土に白化粧っていう組み合わせでもできますし、ただ化粧ではなくて粘土を泥状にして泥状にして同じようにやってもできます。で、冒頭に言ったようにこれ基本的な技法でもないですし、一般的でもないので、これちょっとヒントにしてまた別の、技法を思いついたり工夫したりして、また試してみてください。では終わります。